こんにちは、ボスケです。今回の動画は天文の世界へようこそシリーズ第2弾ということで、どんな望遠鏡を買ったらいいのかということをこれから3回に分けて望遠鏡の仕組みの基本的な部分も含めてお伝えしようと思います。あらかじめお断りするのは、これから天文に趣味をうずめたいという大人の初心者を対象に作っています。ということで、大人の初心者と子どもの初心者では、商品を選ぶポイントで、共通した分もありますが、全く別視線でものを言わないといけないこともあるので、そこはちょっと大人限定ということで割り切りました。子どもさんのために望遠鏡を検討されている方の、そのための動画もいつか作りたいとは思いますが、時間が許す限り、できればこの動画の再生もこのままでお願いいたします。さて、大人と子どもで一番違うのはやっぱり理解力だと思います。初心者とは言っても目的がしっかりしていれば、反射式や赤道儀といったちょっと難しい道具もやっぱり必要だと思いますし、使いこなすことは、大人の人でしたらそこまで難しくないものもあります。あとはやはり予算だと思いますね。本動画では予算上限を20万円に設定させていただきました。その中で楽しめる望遠鏡を10点だけ絞って紹介します。今回はそのうち1点だけ紹介します。ということで、前置きはそれぐらいで、それではよろしくお願いいたします。ところで、よく初心者に最適な望遠鏡を教えてくださいっていう質問があるのを掲示板等でお見かけしますが、返ってくる答えも回答者によってまちまちで、逆に分からなくなってしまったことってありませんか？極端に言えば、初心者は屈折だっていう意見から、いや初心者こそは反射式だという正反対の意見もあります。なぜこのような意見の食い違いがあるのでしょうか？ということで、まずは結論を急がず、この図を見てください。いろんな望遠鏡がありますよね。この図は左が初心者向けで、右がハイアマチュア向けの望遠鏡となっております。そして一番右は鏡頭だけでも100万円を超すような超高級品となっています。レベルが上がるにつれて、その設計思想っていうのがいろいろありますので、望遠鏡にはよりはっきりと個性が出てくるということです。初心者とは言っても、何をしたいか漠然としている方から、ある程度ね、何をしたいか決まっている人もいるとは思いますので、どんな望遠鏡を買ったらどんなことに向いているのかっていうのを、理解した上で購入された方が良いかとは思います。とはいえ、こんなに、進路を見せられても、まだいろいろなことがやりたくて漠然としている方もたくさんいらっしゃるとは思います。今回はそんな方向けの望遠鏡を紹介します。やっぱり一つだけに絞れば、スコープテックのアトラス80だと思います。まずこの商品は、屈折式経台というタイプです。屈折式というのは、レンズで光を集めて光を接眼レンズで拡大してみる望遠鏡です。より光を集める望遠鏡ほど、より暗い星が見えます。ですので、対物レンズの直径で性能が決まります。この直径を口径と言います。初心者用の望遠鏡は口径5センチぐらいからありますが、大きいとはいえ扱えない大きさでは決してないと思いますので、大人の方でしたら、初めから8センチの望遠鏡が良いのではないかと思います。またこのアトラス80はトップマウント式の経台を採用しています。経台の種類については次回以降の動画で詳しく説明したいと思います。次に倍率の話ですが、数千円で買えるような、ちょっとね、粗悪品と呼ばれるような望遠鏡には倍率が異様に高いものがちょっと見受けられるんですが、望遠鏡にはその望遠鏡に合った倍率のものを選ぶと良いと思います。倍率の出し方ですが、対物レンズの焦点距離からアイピースの焦点距離を割って算出します。アイピースはアメリカンサイズと呼ばれる 1.25 インチ、ミリに換算して 31.7 ミリ径のサイズがあります。8センチクラスではこのサイズが一般的になっています。で、このサイズのアイピースの場合はだいたい30ミリぐらいまであります。40ミリのものもあるんですけれど、ちょっと視界が狭くって、実際の視野はあんまり30ミリと変わらないのが現実的です。ですので焦点距離割る30というのが、実運用上の最低倍率と考えても良いと思います。アトラス80に限ったことではないのですが、初心者向けに作られている天体望遠鏡のセットには、大抵複数の接眼レンズがつきます。
まあ、ただしね、1個しかないとか2つしかないとか、そういったちょっと足りない場合はオプションで購入することになります。アトラス80の場合は、まあ、40倍の低倍率、100倍の中倍率、167倍の高倍率の IP3 点セットとなっておりまして、まあ、一番高いものはかなり高い倍率とはなっているんですが、まあ、そこは粗悪な望遠鏡と違って、まあ、これぐらい出せる性能をきちんと持った望遠鏡です。まあ、初めての、ね、天体望遠鏡セットだからでこそ、まあ、初めから3種類揃っているっていうのは嬉しいところです。まあ、それがね、まあ、2本目の望遠鏡とかになると、まあ、接眼レンズいらないから安くしてっていう風になります。まあ、大抵は無理なんですけれどね。さて、アトラス80も含めて、まあ、あの優秀な8センチの望遠鏡で天体がどのように見えるのかっていうのを表にしてきました。まあ、上はね、あの参考までに私が使ってきた20センチの望遠鏡での見え方を示しています。まず低倍率での見え方なんですけれど、まあ、広がった星雲や銀河を見るのには適しております。まあ、ただね、あの大口径を使ってもぼーっとしたものはぼーっとして見えるっていうのがあります。まあ、特にアンドロメダ大星雲っていうのが、まあ、それの特徴の、まあ、一つかなと思いまして、まあ、本当はねこの視野よりもはるかに広がった大きな星雲なんですけれど、まあ、眼視では中心部がぼーっと見える程度で、まあ、周りにある銀河がね、あのかろうじてシミに見えるか、まあ、覗き慣れていないと、まあ、はっきり言っちゃえば、まあ、見えないのではないかなと思います。まあ、ベテランの方々はね、まあ、アイピースにフィルターとかをつけて、まあ、コントラストを上げたりして見ていらっしゃる方も多いと思うんですけれど、まあ、特に何もしない場合は、まあ、広がった天体っていうのは、まあ、大きな望遠鏡でも難しいところがあるので、まあ、過度な期待はしない方がいいとは思います。まあ、その次に中倍率ですけれど、口径をミリで表した倍数、まあ、例えば80ミリだったら80倍、まあ、その望遠鏡で最もバランスが取れた適正倍率だとは、まあ、個人的に思います。というのも、まあ、星々をねより細かく分ける能力のことを分解能って言いますか、まあ、口径ミリの半分の、ね、倍率、まあ、80ミリだったら40倍ぐらいから、まあ、その能力を、ね、十分に使うことができます。まあ、しかし、まあ、そこからね倍率を上げても、まあ、分解性能っていうのは変わらないので、まあ、徐々に像が甘くなってって暗くなっていきます。そして、まあ、月や、ね、惑星とかのような明るい天体を除いて、まあ、あまり、ね、倍率を上げすぎるとどんどん暗くなって見えなくなっていってしまいますので、まあ、この光景をミリで表した数値程度の倍率が、まあ、最も気持ちよく見られる倍率じゃないかなとは思います。まあ、そういう意味です。でこの倍率で最もおすすめなのは球状星団でしょうかね。球状星団っていうのはありがたいことに結構ね光景に忠実な天体なんです。意外とシーイングの悪い日でも光景がでかければでかいほど中心部の粒が細かく分離されて綺麗に見えます。まあ、ただしね、あの8センチぐらいだと大型の M13 でも、まあ、中心部の分離はあの難しいところがありまして、まあ、ぼやっとした丸いシミのように見えます。次に高倍率は明るい月のクレーターや惑星の観望を中心に使いますが、まあ、こと座の、ね、ドーナツ星雲みたいに不思議と高倍率で楽しめる星雲も存在します。まあ、口径ミリの2倍ほどが望遠鏡で最も出せる倍率の目安と言われていますので、まあ、口径8センチだったら80ミリ、つまり 80×2 で160倍が最高倍率です。まあ、これはあくまで目安ですので、まあ、粗悪な望遠鏡だったら、まあ、とっくにボケて見えない倍率でしょうし、まあ、優秀な望遠鏡とか、まあ、優秀なアイピースを使えば、まあね、2.5 倍ぐらいまでは耐えられるんじゃないかなとは思います。まあ、木星っていうのはね もともと明るいので、特に優秀な望遠鏡だったら、まあ、口径ミリの 2.5 倍とか、まあ、そういった高倍率を攻めてみてはいかがでしょうか。まあ、一応8センチで木星の縞模様が見えます。まあ、コントラストの高い望遠鏡だったら大赤斑が見られるとは思うんですが、まあ、結構厳しいですね。まあ、大赤斑っていうのはなんか昔の写真で見ると結構でっかいんですけれど、まあ、今は昔よりちょっと小さくなってしまっているのか、ね、あの昔の本で見るほど大赤斑が見えるってわけじゃなくって、ちょっと8センチだと厳しくなったかなっていうような気がします。ただね、あの20センチ程度の反射望遠鏡とかも明るくはなるんですけれど、まあ、シーイングに影響されやすかったり、まあ、この写真ほど光景の能力を出し切れる日は少ないので、まあ、惑星をね安定してくっきり見ることができるっていうのは、まあ、屈折望遠鏡のメリットじゃないかなと思います。
ところで、まあ、いくら望遠鏡が、ね、優秀で、まあ、高倍率が出せたとしても課題がしっかりしていないと、まあ、ブレて高倍率どころではありません。また観測中は望遠鏡や課題に触れないでいかに課題を動かすかが勝負です。まあ、ですので惑星の観察をするなら最低限は微動装置のついた課題をお勧めします。特にね、スコープテックでは、まあ、微動ハンドルがさらに長くなったフレキシブルハンドルっていうのを標準装備しております。フレキシブルハンドルというのはちょっと言いにくいですね。フレキシブルハンドルは望遠鏡を微動するのに手を課題まで伸ばさなくても手元で操作できるようにするための長いハンドルです。特に望遠鏡を覗き慣れていないと淡い線は無理な体勢では見えないので、まあ、極力力を抜いた状態でね、観察することがポイントです。必要な場合は転調プリズムをつけて、まあ、なるべく腰をかけて、まあ、リラックスした状態で空しめに覗くことで淡い線も見ることができます。まあ、次にこの商品は焦点距離1000ミリという他の製品に比べると長いことが特徴です。まあ、望遠鏡には収差と呼ばれる光の収束の乱れが発生するんですけれど、まあ、特に色収差と球面収差という収差が大きく見味に関わってきます。色収差は屈折望遠鏡において天敵となるので屈折率の違う対物レンズを2枚貼り合わせてこの色収差を取り除いています。まあ、そういったレンズをアクロマートレンズと言いますが、球面収差も同時に取り除いています。まあ、実はこれら収差は超焦点ほど目立たなくなりますので、操作性を損ねない程度に長くした方がシャープに見えます。ですのでアトラス80、まあ、1000ミリという焦点距離は、まあ、設計的にも無理のない設計となっております。まあ、あとはね、このメーカーのサイトでは、まあ、日本製というアドバンテージや厳しい検査とかね、まあ、いろいろと紹介してあって、まあ、非常に興味深いところはあります。まあ、ただし海外製がね、必ずしも手を抜いているとは、まあ、ちょっと言い切れない部分はあるので、まあ、私の動画ではとりあえずその辺の言及は避けておきたいんですが、まあね、過去に海外製品で痛い目にあった製品が、まあ、私にもいくつかあるので、まあ、日本製の信頼っていうのは、まあ、おすすめできる根拠にはなるとは思います。ということで、まあ、長いこと紹介しましたが、まあ、漠然としている部門でご紹介させていただいたのはスコープテックのアトラス80でした。まあ、これはセット価格で 44,000 円弱ぐらいです。光学ファインダーがついていないので、まあ、子供さんとは違って大人になったらね、ファインダーの調整もできますし、まあ、使い方もすぐに慣れると思いますので、まあ、ファインダーはつけておいた方が、まあ、いいとは思います。まあ、これ合わせればだいたい 48,000 円ですかね。まあ、さて今までね、スコープテックの商品を紹介しましたが、まあね、アトラス80と同じ価格帯にビクセンのポルタ 2A80MF という機種があるんですけれど、まあ、これもね、非常に評判の高い機種です。まあ、あまりね、あれもこれも出すと混乱しますので、まあ、この動画では、ね、どれか1本ということでアトラス80を紹介しましたが、まあ、こちらもね、決して悪い商品ではありません。まあ、ちょっとね、注意しておきたいところといえば、まあ、中倍率のアイピースがないので、まあ、追加で必要ではないじゃないかなと思うのと、あとはフレキシブルハンドルっていうのがオプションになってしまいますので、まあ、これね、結構長い鏡頭なので、まあ、このあたりも欲しいかなと思います。あとファインダーは付属しております。あと買う際に注意していただきたいのは、まあ、先ほど言った通り、まあ、中倍率のアイピースがないので、まあ、2倍のショートバローをセットしているカメラ屋さんもあるみたいなんですけれど、まあ、私的にはこのね、2倍ショートバローというのはあまりおすすめできません。まあ、2倍バローというのはこの直後にアイピースをつけた場合に2倍になるという意味ですので、このバローレンズから接眼レンズが離れれば離れるほど拡大率が上がるっていう特徴があります。で、この付属のね、成立プリズムっていうのは一般の転調プリズムよりも光路長が長い、まあ、距離がね、見た目より長くなりますので、まあ、これをつけると倍率がえらいことになります。まあ、詳しく計算したわけではありませんが、まあ、だいたい160倍ぐらいになっちゃうのではないかなと思います。まあね、やっぱり転調プリズムでも使えるように、まあ、普通にね、NPL10mm といったようなアイピースを追加した方が無難じゃないかなとは思います。まあ、4000未満ぐらいで買えるものですので、まあ、2倍バローに比べて、まあ、そこまで高い商品ではありません。
さてこの望遠鏡で、一番興味深いものは90度の整列プリズムがセットされているっていうことではないじゃないでしょうか。一昔前はね、整列プリズムは地上専用で天体に使われることはありませんでした。この動画をちょっと見てください。これがね、普通の天頂プリズムを使った場合の見え方なんですけれど、サタンって文字がちょっとね見にくくなってますよね。これは鏡に映ったサタンって文字なので鏡像になってしまっているんです。まん丸な惑星とかを見るとこういう文字があるわけではないので、一見違和感はないんですけれど、プレアデス星団とかオリオン大星雲だとかで、ちょっと頭の中で形をしているような天体を見ると、非常に違和感が出てしまいます。この鏡像の、欠点を解消したのがアミチプリズムという整列プリズムです。この通り、文字は、見たままで読めます。しかし、像を半分に切ってそれぞれを反射させているんで、中心に、大きな線ができてしまいます。でこの大きな線が、実際観測だと解析像といいまして、変な光の筋になってしまうんですよ。でそれが天体観測の妨げとなって、高級品以外は低倍率の地上専用プリズムとしてしか使われていませんでした。しかし、この、解析像をほとんど違和感がないレベルまで性能向上させた整列プリズムが、最近では、海外からぐっと安く出回るようになってきましたので、こうして入門機のセットとして付属されるようになったというわけなんです。で、この整列プリズムは、不思議とビクセンではパーツ売りをしていませんが、健康とか防具、あとは海外商社とかね、そういったさまざまな店から、同等の商品が入手できます。価格は安いところで4000円程度ですので、気軽に利用できます。でやっぱ惑星用となると、やっぱりね、1万円以上する高級品がちょっと欲しいかなっていうところはあるんですが、特に低中倍率で星雲や星団の形を正しく見るっていう場合は、ポルタ以外の、商品を買われる方もぜひ、整列天頂プリズムをアイテムの一つとして追加されることをお勧めしたいとは思います。さて今回はやりたいことがまだ漠然としている方向けの機材を紹介しました。次回は夜空に散らばる天体を、写真ではなくて生の目で見たよという方向性を持った初心者の方々のための機材を紹介したいと思います。1週間以内に完成するとは思いますが、またしばらくお待ちください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。